デンマーク戦のフリーキックの時の蹴る前と蹴った後の気持ちを教えてください。あのフリーキックでサッカー好きになりました。いいっすね。でもサッカーはああいうフリーキックだけじゃなくて、もっと魅力的な部分があるんで。なんかフリーキックはいつだっていいのは、あの瞬間全員がこうね、こう空気が止まるような感覚があるというか、それはすごくいいなと思いますね。